皆さんこんこにちは2020年度行政書士試験向け特別講義あと140日の過ごし方あただいまより始めます担当はレクク専任講師の横溝ですよろししくお願いします はいえー、今回、ですね、えー、あと140日の過ごし方ウェブ限定ということで皆さんのところにはこんな感じのレジュメですね、えー、お配りできているかと思いますというかご自身で、えー、打ち出していただいたりということになるんですね一応何かあの登録していただいた上で PDF データをダウンロードするというような形を取るようですけれどあの2種類ございます。えー、とまずは こちらあと140日の過ごし方というタイトルのレジュメそれからもう一つがです、ね、論点項目標と言われるものですか2種類ほどその配るものがあるということになりますので、まあ、あのご自身で打ち出すなりレックの窓口なんかでもらうこともできるかもしれませんがそういった形でぜひ手に入れていただいてその上でご覧いただければなということなんですね。 まあ,あ,のあと140日の過ごし方ちょうど6月の21日本来、実施予定だった日からカウントするとですね予定通り本試験が11月の8日に行われるのであればジャスト140日ということなんですねいつもだいこうずれているんですけれど今回はジャスト140日ということでまあ一番ぴったりこうね始められるはずだったんですが まあ、あのご存知の通りですね、えー、こちら、パワーポイントの方にも書いておきましたけれども、えー、新型コロナウイルスというものの影響もありましてやはり3、えー、密ですかこれは避けなければならないというところもあります、えー、毎回毎回ですねこのあと140日の過ごし方今年で11年目になるイベントなんですけれど多くの方にお越しいただき教室の中は まあ、ライブハウス状態ということになるものですから、まあ、今回はあ、まあ、大事をとってウェブ限定配信という形を取らせていただきましたまたあと50日の過ごし方というのがですね、えー、9月の21日ですか行われます、まあ、こちらどういう形で実施するかまだ未定です、まあ、ライブでやるのか YouTube 配信でやるのか今回のように事前に収録してやるのかというのは その時の時状況でまた決めるということとになるんだと思いますその時までに、ね、感染者が本当に落ち着いていて問題なさそうだという状況であればまた教室で多くの方を前にしてですねお話ししたものをまた収録して YouTube でもまた多くの方に見ていただくと。 を言うね、そういった従来通りのパターンで実施できるのかもしれませんそういうふうになることをちょっと期待しながら今回は行きたいなというふうに思っております、まあ、あのウェブ限定配信だろうが何だろうが中身は変わりませんので、えー、ぜひです、ね、空いてる時間できちんと聞いていただければということですねだいたい70分弱ぐらいのお話になるかと思いますので最後までお付き合いください。はいということで、えー、レジュメの方ですね あのパワーポイントだと3ページ目になるかもしれませんが、はい、毎年恒例、えー、得点目標の確認というところからスタートしたいと思います、えー、行政書士試験、記述以外と記述でだいたいどのくらいの点数を取るということを念頭に置いたらいいんだろうかこの辺りをしっかりとまずは確認しておきましょう。 記述以外なら二百四十点分あるし、記述は六十点分あるでしょ。これ、どのくらい取ったらいいのかな、というところで、記述以外については。今年はちょっと幅を設けて、百五十八点から百六十二点ぐらいかな、というふうに見ております。まあ、記述で三十点というのが、まあ、まあ、これが一つですね。二千六年から記述の問題が導入されてますけれど。 まあそこから一貫してずっとですね大体30点ぐらいっていうのが記述の合格ラインであることに変わりはありませんずっとそうなのねだから今年もそうだっていうそういうイメージです何しろあの記述に関しては去年の試験なんかもそうなんですけれどものすごい調整の入る採点が行われます 卓一のところの出来とかだいたいこのぐらい受からせたいんだよねっていう思惑なんかに合わせて記述の採点をするということを露骨にやってきますので、まあ、そういう意味ではあまり記述で何点取ろうというのがなかなかうん計算しづらいところはあるんですねだからこそ記述以外でしっかり点を取るということを一つ意識していただくといいしまあ この6月の22日配信ということですから6月の22日からの話をしていきますけれど6月の22日のところから皆さんが当面の間目指すべき形というのはこの記述以外でどれだけ点が取れるようになるかそこですね。そこにとにかく集中していただきたいということではあるんですね。さて、てて別の角度かか。ら得点目標について考えてみましょうか正解数です。 正解数という観点からどのくらい点を取ったらいいのかなというのを、ねえー、考えてみようということなんですがだいたい憲法基礎法学で7台出るわけですよ、まあ、ここはまあ4問ぐらい取れてればまあ良いだろうねというそういうい話にはなりますね、4問ぐらい取れてればいいんじゃないの、民法はというと9問択一出ますので5台から6台です。改正が入りますので どのくらいの難易度の問題が来るかによって世界数の目標値がずれるんじゃないかなとは思ってますので5台から6台行政法15から16です商法会社法2問2問は取りに行きたい多種選択空欄数でいくと9つですね12空欄がありますので9つは取りたい一般知識8問から9問行きたいと。 いううことでしょうか一般知識も読めないけどそのぐらい取れるといいよねというような話になると思ってください。はい、そして、まあ、それだけの点数を取るんだということでじゃあ本試験までどんな勉強をしたらいいのか具体的にね、えー、見ていかなければいけないということになるんですが、まあ、こちら本試験までの工程表というものを挙げてみました。 だいたいこのロードマップとしてどういうような流れになるんだろうかといえば6月の22日から9月の20日まで基礎知識習得期というものがまずあってそしてここが大体いい90日間ですねあと50日の過ごし方というのが9月の21日こちら論点予想会という形で無料で実施するものですね。 でこれが渋谷駅前本校から配信されるということです。まあ、先ほども言いましたが、YouTube ライブ配信が一番今のところ有力じゃないかなと思ってますけどね、どうなるかなというところです。そして、その後がローラー学習期というので、まあ、これが11月の1日まで40日間、で最後が最終調整期です。これはまあ最後の1週間と。 いうことで予定通り11月8日に本試験があるのであればそうだと思ってください。で、特にこうスポットを当てたいのがこう一番なんだよね。あのー、基礎知識習得期というところに大きくスポットを当ててみたいなというふうに思っております。まあ、この基礎知識習得期に関しても、まあ、前半と後半に分けるのであれば。 8月6日を一つの起点にしてですね6月22日から8月6日と8月7日から9月20日でだいたい半分こなんでその半分ぐらいの日数でということ6月22日から6月6日6月6日でここで45日ありますので残り半分が8月7日から9月20日とこういうところで大きく2つに分けて考えていただくといいのかなと思っています。 でやはりその前半の6月22から8月の6日のところに関しては県民業集中でしょうねもう憲法、民法、行政法でがっと勉強していくっていうような時期になるのではないかなまだ商法、会社法、一般知識まで手が回らなくても全く問題ないです。まあ、例えば 予備校さんで、まあ、レクをはじめ、ね、各予備校さんで勉強されていてカリキュラム上も商法、会社法や一般知識の講座が始まってるんだよねというならそれはもちろん見ていただき受けていただきで一通り勉強しとくくというのはありですけれどやはりそういう講座を受けるというのは、まあ、それはあくまでも導入部分ですからそこから先どういう勉強をするかの、ね、それが合格を決めるためにはとても重要だということになりますよね。 だそこから先の勉強をどうデザインしていくかという意味ではまだ8月6日までは憲法、民法、行政法に集中して時間を使うということで良いだろうで8月の7日から9月20日のところでそこに商法、会社法、一般知識の勉強も入れ込むということをしていただくというのが振り分けとしてはおすすめのパターンではないかなということなんですね。 でえー、実際にどのくらい時間を使うのかというのはイメージとして持っておいていただければいいですがうんおそらくこう、ね、受験生が使える時間ということで考えると大体いい1日3時間ぐらい平均じゃない1週間で、まあ、多い日、少ない日もあるとしてね1日3時間平均で勉強していくのかなってで1日3時間平均で勉強していくぞということであるならば例えば8月6日までの45日間。 うーん45日かける3時間で時時間間いう勉強時間が弾き出されますよねその135時間のじゃあ勉強時間どう使うの大体憲法民法行政法で1対2対2ぐらいじゃない1対2対2ぐらいで分けてあげたらいいえつまり憲法27時間民法行政法54時間ずつぐらいでデザインしてあげると まず8月6日まではいいのかなこれは要は予備校さんで授業を受けているとかなんとかっていう話を除いた自分の勉強時間としてそれだけのものをしっかり確保できるように工夫をするこういう話をするとねいやー先生そうは言っても忙しいからなかなかそうはいかないんだよみたいなことをおっしゃる方も、まあ、いらっしゃるしもちろんそのお忙しいのはよくわかりますけれど工夫をするっていうその時間を取れるような工夫をする。 まずそこから出発しないといや忙しくて無理なんだよねっていうところから入っちゃうとそれはもう一生無理ですからだからどう工夫したらその時間が取れるだろうかっていうその自分の時間の使い方の棚卸から入っていくっていうことをまずやらないと一歩前に進めないですね一歩前に進むためのおさまざまな工夫をしていく。 受験生はもう工夫の連続なので合格していく人というのはどれだけ工夫を重ねた人かってそこで全てが決まってくるものと思っていただくといいいと思いますさてじゃあその27時間を使ってね、まあ、あの後半の方でももちろん8月7日から9月20日のところも憲法は勉強するということになるでしょうね。まああの 後半のそうだ日の時間もちょっと言っといた方がいいかもしれないね8月7日から9月20日までというところだと、まあ、今度はもう県民だけじゃなくてて商法一般知識も入ってきます振り分けはこうきれいに分けられないけれど例えばイメージよイメージとしては憲法に20時間同じ135時間ですから憲法に20民法に50行政法に45。 ね、20、50、45、商法、会社法、一般知識は10時間ずつぐらい、まあ、その通りやらなきゃいけないというわけじゃないけど、大体そういうようなイメージで、少しやっぱり、民法にに多めに時間使いたいたよねあの改正もあるし、勉強に時間がかかるところもあるだろうから、で問題解くとかなんとかでも結構時間かかるので、民法に多めに配分したい、あの前半と後半合わせれば、民法で104時間ぐらいの勉強時間が。 キープできる行政法が99時間ぐらいということになりますか、まあ、憲法は47時間ぐらい、まあ、結局、その90日間でそれだけの時間を確保しあと商法、会社法、一般知識はまあ最低10時間ずつは取りたいよねというそういういお話なんですねそれだけの時間を確保しながら勉強していくということが一つ、まず時間の使い方としては理想なのかなと。 そういうふうういいいふに思っているということこなんですねじゃあその中で憲法の勉強です一応工程表としては基礎知識習得期だけじゃなくてローラー学習期最終調整期まで全部のイメージを示した上えでやはりその基礎知識習得期のところで何をやるのかって話をね、えー、膨らましていこうかなと思いますがやることは割とシンプルで。 まあ、憲法発展アップ道場も今回、ね、こういういわゆる道場系ですかあ憲法、民法、行政法、商法、会社法、一般知識全部フルラインナップ揃えて合計56点アップ道場という形で売り出していますけれどもこの56点アップ道場です、ね、これも全てウェブ限定の実施になります、でこのウェブ限定の実施の憲法発展アップ道場、こちらで判例知識のまずは整理をしてほしい。 最新判例なんかも入れてますので昨年の同じ名前の講座とは内容が少し変わってきていますがその人権統治の判例知識の整理というものをきちんとやってほしいということなんですねそこにつきますそしてローラー学習期に入りますと、まあ、9月22から11月1日のところではやはり あの当地の条文知識の確認合わせて判例知識の弱点把握っていうものをやっていく条文の学習は9月の22日以降でいいのよ、ね。あんまり早くからやってももちろんやってもいいんだけど結局そこで覚えたことって1ヶ月に1回ぐらいはメンテナンスしないとどん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 ただ忘れていくだけというね忘却の彼方にっていうそういう話になるので。 だっったたら直前に集中してやった方が効率はいいいんじゃないかないいうそういうそ話です、まあ最後はやっぱり統治の条文知識は最終確認として最低限やってほしいそういう話になるんでしょうね。この辺り憲法の勉強として特にこの基礎知識習得期の人権統治の判例知識の確認というところに関しては。 ただ、テキストを読むだけではなくて、やはり演習問題をきちんと解くということも意識した方がいいですし。それから、憲法の場合も過去問題結構重要です。うん、同じものが繰り返し出てくるっていう傾向は出題数も多くないし。見ては、見たらわかりますが、行政法ほどの反復はないです。はっきり言ってないです。ないんですけれど、やはり出し方が。 いろんなパターンがあるということは確かなんですねその知識を聞くというタイプの問題もあれば単純なクイズ型もあれば並べ替えをさせる問題や穴埋めの問題もあります読解型の問題もありますいろんなパターンの出題がある中でやはり知識型単純に判例知識を聞いてくるタイプの問題で各判例をどういうふうに聞いてきているのかっていうのは出題パターンの把握はしっかりと やっておくべきだということになるこの辺は行政法と同じアプローチでえぜひ対処していただきたいということそれからね判例を聞いてきている多種選択の問題どこ空欄にしているのかっていうのはぜひ10年分の問題でいいので見て確認はしといてくださいやはりどこを空欄にしてきているのかが今度その判例が択一に回ってきた時にどこを狙われるかということにもつながってくるのでそして多種選択の勉強をするときは あの語群を見ないで考えてみるとどういうところに目をつけて、えー、この空欄を決めていったらいいんだろうか空欄に入るごく決めていったらいいんだろうかっていうところが逆に分かりやすくなるっていうのはあるので語群に頼りすぎるとよく分からなくなるっていうのがあるからねだから語群を見ないで埋めていくというようなことも、まあ、トレーニング素材として使っていただいたらいいんじゃないかなとは思います。 まあ少なくともこの判例、まあ、事案と争点と判紙に分けて、えー、しっかりと各判例を把握していくこのあたりは憲法、発展アップ道場を受けていただくとそれで、えー、習得できますしまた、それをもとにした演習問題も合わせて取り上げるのがこの発展アップ道場なので両方セットで、ね、勉強していただいたらいいんじゃないかなということなんですね。 まあ結局、それの反復なんですよあとは模擬試験だなんだでその反復をしていくというのが一番の学習方法としてはうん望ましいものということになってくるんでしょうね、はい、そして、ここで論点項目ちょっと見ておきましょうどんな論点注意しておいたらいいのかということですね。 はいえー、とこちら、論点表の1ページ開けていただくと憲法基礎法学出ております、ちょっと事前に色をつけちゃったんで、ごめんなさい、改めて上から塗るような感じ、ここっていう、ね、指摘だけするというようなあ感じになりますが。えー、と 憲法基礎法学の中、まず憲法、国家と憲法、この辺りは注意をしておいていただくといいです、あのどんな話かと言いますとこの国家と憲法というのは、ね、あの立憲的意味の憲法とかあ、まあ、固有の意味の憲法とかそういった憲法概念ですね、本試験でも何度か問われているものなのでこの憲法概念というのは結構、実は大事ということになってきます。それから、<laughs> 少し下の方に行くと、 はい、天皇は国事行為、これ一択かな、国事行為のところはしっかり把握しておく、あの特に指名任命認証って、ねえー、言われるような、指名任命認証と言われるような、ですね、まあ、その論点なんだけれどお、内閣総理大臣を任命するのは天皇だとかさ、最高裁の長官任命するのは天皇だとか、あのあたりの話ね、そこを中心にしっかり把握しておくというのはとても大事です。 それから、こちらに行くと人権、えー、人権共有主体性ではもちろんおなじみ外国人の人権共有主体性、これは大事だね。それから、法人の人権共有主体性、このあたりに関わる判例知識は事案、争点、判死、しっかり確認しといてほしい。それから、私人間の人権保障ですね。まあ、よく出てますから。 10年間で3回ぐらい出てるっていう非常によく出てるものなので使用者と労働者の労働関係なんていうところではあの三菱樹脂事件とか日産自動車事件とか私立の大学だったら昭和女子大事件とか九条との関係では百里基地訴訟とか、まあ、どれもよく出る判例ばかりですね。そして幸福追求権のところではもちろん新しい人権の判例の具体例 みだりに予防等を撮影されない京都不学連事件とかさそれから次のページに行きますが、はい、2ページの方に行って、えー、それ以外のものねみだりに指紋のおなつを強制されない自由前科に関わる事実を公表されない利益などなど出てきております。まあ、自己決定権はそんななでもないけど 少なくとも、括弧4番までの判例はしっかりと見ておいてほしいということになりますかね、法の下の平等は実は昨年出ております、あの2019年の4番で昨年出ております、昨年出てるのでうんと、その時に入ってなかったのがこの議員定数配分の不均衡なんでそれだけ見とけばいいんじゃないかなっていう、そういう話です、他はざっくり、余裕があったら目を通しておくぐらいで構いません。あの 全面的にはあ、ね、重要論点というか去年出ちゃってるのでこの辺りは、まあ、余裕があったら見といてとていうのがちょっと線だけつけるような、ねえー、形をとっておきます、はい、それから精神的自由もちろん思想良心の自由そして、えー、信教の自由この辺りは重要ですさらには表現の自由はもうこれは最も重要なテーマということになりますかね ですからあの精神的自由のところの判例といったらまず表現の自由からしっかり確認するというのがやはり出発点として求められるものと思ってくださいあの表現の自由の限界のあたりは昨年出てますね、えー、この教科書検定の話などが、まあ、検閲の禁止などに絡めて2019年の6番で出題されてますのでそれはそれでぜひ確認しておいていただくといいというかそこはちょっともしかしたら出ないかもしれませんね。 はい、それから経済的自由のところに行きますと、まあ、職業、選択の自由重要度はやや落ちますだからあの重要なテーマやった後に見ていただくって形になるのかな財産権も一緒です。 財産権も一緒だとということになりますかさらにはこちら言って、えー、人身の自由からは適正手続きの保障31条関連をしっかり見ておく特にこの中では行政手続きへの準用適用これ成田新法事件だからねこれが一番重要です去年はずっと下に行って賛成権出てるんですね賛成権が出ております。2019年の5番で賛成権が出てますね で社会権の方に行きますと社会権ではやっぱり、えー、社会権は重要かな生存権、教育を受ける権利、うん、この辺り、ね、教育を受ける権利学校休校になって学校の授業が受けられないだなんだというようなところでまさに今年、非常に、うん、改めて考えなきゃいけない人権の一つということになっておりますね。それから労働基本権もちろん重要と いうこ,とですこの辺りはいずれも重要です、人権の判例というと、その辺りがやはり重要になってくるのかな。 あとはあの論点表という感じで見なくてもいいと思うけど、統治の,のところはもちろん国会内閣、裁判所、財政、その辺はしっかりと目を通しておいていただきたいものばかりです、あの司法権のところには判例もあるよね、司法権の判例というのも、これはあの判例を勉強する人権統治の判例知識を整理しろという,ふうに言ってたこの統治というのはまさに司法権のところの判例なんですよ、司法権の限界とか。 あのところに出てくる判例なのでまあ、そこはあ人権の判例と一緒にね整理しておいていただいたら良いのではないかというふうに思っておりますまあ、昨年は司法権の独立のところが出てますねあの当地の問題としては、えー、4ページに出てくる国会議員の地位とそれから同じ4ページのー右下の方に出てくる司法権の独立も出題されてました まあそのあたり出ているものは今年はどうかなとは思うけれど、まあ、まあただ、まあ、そう言っても、ね、国会内閣裁判所財政のあたりはやはり条文知識などをごリゴリ聞いてくる問題にしっかり対応できるようにしとくっておくというのは重要だということになるんでしょうね。さて先に行きますと 次は民法の工程表というものなんですが同じように基礎知識習得期ローラー学習期そして最終調整期と大体こんな感じになっております。あの民法の場合はですねねそうだ、ね やはり学習を進めるにあたって全体のインプットをもちろんこの基礎知識習得期ではまずはインプットをしっかりやることと合わせて問題演習ですか。 あレックの場合だと復習ドリルなどはかなり使えると思うし、まあ、それからあ、そういうものがない場合は、まあ、卓一60問解きまくり講座なんかもいいかもしれません、まあ、市販の本でも債権、あのー、法改正対応の民法卓一問題集というね債権、えー、法改正対応民法卓一問題集という障子フォームから出ている問題集がありますので、まあ、そういったところを使っていただくというのは一、あのー、つ参考資料としてお勧めできるものかなとは思います。 だからあのやはり、えー、全体のインプットを優先しながらやはりインプットとアウトプットのバランスをしっかりとるというのはこれは民法の勉強においては非常に重要だということになるのは言うまでもない話なんですね、そして、えー、特に注目するべきテーマということであるならば、はいえー、論点表の7ページのところなんですがまず民法総則分野。 なんですけれど総則分野としてはやはり自然人のところ権利能力、それから意思能力、行為能力、この辺りは重要です。あの意思能力や行為能力の一部には改正ポイントも入ってきますのでやはり改正点が入ってくるところは特に注意して、えー、おくということはうんこれはね、えー、意識しておかなければいけません。まあ、余裕があれば 7ページの上の方で失踪宣告を見ておくといいのかなというところですね、はい、それから8ページの方に行きますと、はい、心理留保改正されてますねだから改正点はやっぱ大事よね 虚偽表示はどううかなと思うんですここねあのいわゆる意思表示、意思の献血と言われるところ、意思の不存在というね風に呼ばれるところでは、うん、心理留保と錯誤に大きな改正が入っているので虚偽表示は、まあ、これは余裕があったらというようなあ位置づけになるかな。優先順位は下がると思います そして優先順位が高いのは、やっぱり錯誤です、錯誤のところをしっかり見ておくというのは改正ポイントが入ってくるので大事です、同じく、はい、詐欺、脅迫、これも重要だということになりますかね、まあ、代理は去年出てるんですね、代理は昨年出てますが、ただ、やはり、あのー、8ページの上の方にきますと、改正ポイントで自己契約、双方代理など、この辺は改正されております。それから <laughs> はい、下に行って代理人の行為能力代理権の乱用この辺りも改正が絡んでいるところです特に大事ということになるでしょう、まあ、もちろん副代理とかも改正が絡んでいるんだけれどうーん無権代理の方が論点としては大きいし優先順位は上ということになるかなあと、表権代理ですね、まあ、代理はなんだかんだ言いながら試験でよく出てくるので、まあ、特に今指摘した辺りを中心にしっかり見といていただくといいんではないかと思います。 それから、はいえー、9ページの方に行って、えー、今度は無効取り消しです、やっぱ取り消しですね、取り消しのところ、えー、これは誰が取り消し権者なのかとか取り消しの効果どうなるのか、追認する場合の要件どうなっているのか、まあ、非常に重要なものが多いです、そして現状回復に関する無効取り消し後の法律関係、これ改正点ですね、改正点のところはしっかりとやはり学んでおくということはとても重要ですし。 そこに関わる問題が出てきたらきちんとそこを目を通すっていうのも大事だっってて話になってくると思います同じように考えるんであれば時効のところは確かに時効の援用はね本試験で去年出てるんですね2019年の27で時効の援用は出てます。 まあ、そんなに改正で変わっているわけでもないのでむしろ、時効の完成猶予と更新、まあ、時効の引用はだから余裕があったらあという優先順位がちょっと下がることにはなりますが時効の完成猶予と更新はしっかり見といてほしいここはもう改正点の大事な柱になりますね同じく、はい、取得時効と消滅時効だったら取得時効は、うんまあ、優先順位は下がる一方で 消滅事項はやはり、えー、その数字要件など変わってきてますので、えー、そこはしっかりと見ておいてほしいということになりますかね。はい、物件は基本そんなに改正はありませんのでこの辺という論点です。特に注目するべきもの、物件的請求権やら、それからオーソドックスな不動産物件変動と百七十七条の話、そして裏のページに行けば動産物件変動を に関してはまあ動産物件変動で実は昨年問題は出てるんです2019年29番で出てるんですけれど即時取得はちゃんと勉強しとこうっていうそういう話になるでしょうさらには専有のところからは専有権の効力中でもうんこの中だったら中でもですね費用召還請求と この専のの有訴種類ととといいいいいうのは重要度が高いと思っていただくといいです、まあ、ついでに、まあ、果実収集権もそうだけどやっぱり費用償還請求は応用範囲が広いので昔2009年の問題で費用償還請求だけでいろんなところの費用償還請求を集めた問題も出てるのねだからそういう意味では非常に重要度が高いかなと思います、はい、所有権関係ではやっぱりもう最優先は共有です共有のところをということになるでしょう 余裕があればそのあと輪関係なんかも見とくといいと思います。用、は、益、い、物件は昨年結構出ておりますのでどうかなとは思うんですね、えー、地上圏、地域圏足して昨年出てますので、まあ、地域圏だけこれも優先順位下げて見ておいていただければということですねそれから担保物件はあ留置圏マスト,です、ね、留置圏マストそれから先取り特権これも重要です。 市地は去年出てんだよね去年出てますがもう当面出ないんじゃないかと思いますから2019年31で昨年出てるっていう指摘だけ定等権は重要です,定等,権は重要です定等権全般担保物件って言ったらまず定等権から勉強するっていうのはねこれは大事そして最近よく出てくる非典型担保譲渡担保余裕があれば優先順位下げてでいいですから目を通せるといいよねってそんな話です。 はい、債,権分野債権分野はここはもう見ておいてほしい論点、目白押しということになりますけれど、まあ、あまずはあ債権の目的種類のところからは債権の種類特定物、不特定物など、まあ、利息は、ねえー、要件が変わったというところもありますけれどこういった概念特に括弧の1の概念なんかはしっかり理解しておくといいということになるでしょうね。それから 12ページの方では債権の効力やはり債務不履行による損害賠償、うん、この債務不履行による損害賠償の話とそれから少し先に行っていただいてですねえっ、ー、と論点表の12ページの方に上がってくるんだけど論点表の12ページの下の方に出てくるんですがこの危険負担の話とねそれから同じ12ページのもうちょっと下に出てくる契約の解除 債務不履行なのか、危険負担なのかそれとも、それでどうやって契約の解除するんだあの債務不履行による損害賠償というような話のところでは、まあ、もちろん、履行地帯履行不能が中心になるのかもしれませんが履行地帯履行不能というのはあくまでもその状態を表す言葉ですからそこで損害賠償ができるのはどういう場合か履行不能だって危険負担という話で処理するべき場面も出てくるわけです。 それから債務者の議席自由がある内にかかわらず解除は必ずできるということになってきますで、ね、その3者の関係というのをしっかり理解するというのが最終的には大事とということになりますかねそれから責任財産の保全債権者代意見、差害行為取消し権この辺はやはり見ておいてほしいテーマですし。 それからさらに多数当事者間の債権債務関係では連帯債務、まあ、これは外せないでしょうね今回絶対項がだいぶ減ったとかいうのがありますけどね連帯債権は余裕があればって感じになるのかな保証債務ここは外せないでしょうねこの辺はしっかり見ておいてほしいそれから下行って連帯保証もそうですね連帯保証も重要ですさらには 共同保障特殊な保障という13ページの方に移りますが13ページのところでは共同保障個人で保証契約は改正点なんだけど、まあ、優先順位は下げておきます共同保障はしっかりこれは目を通しておくべきテーマということになるでしょう債権譲渡、特に債権の譲渡制限のあたりはこれは特に重要です。 もちろん将来債権の譲渡制なども改正点だけど譲渡制限はこれは外せないね。それから債務引き受けどんなものがあるのかっていうのは、まあ、一応ね平存的面積的というので特にその要件をしっかり押さえておいていただくといいでしょう。はい、債権の消滅弁済のところからはまず弁済の提供の話は外せないかな。そして、 右の方に行って13ページの上で弁済の方法ですねさらには第三者弁済弁済による代理この弁済による代理もかっこ1かっ2ですね弁済による代理は括弧一1弧二の2のあたりをしっかり見ておくということはやっぱり重要だって話になってきますねそれから弁済の相手方のところでは重量権者以外のものに対する弁済と 受領権限を、ね、有するような外観を有するものに対する弁済というような話など重要テーマがそこに入ってきます。はい、総裁 まあ今回、改正されているところというのもあるので総裁は全般的にやはりこれは目を通しておいてほしいということにはなるでしょうね債権総論はやはりこの指摘したテーマなどですね勉強計画を立てるときも優先的にこれは学習するだから逆に言うと民法を勉強するときに一通り終わってるんだったら全体の復習は債権総論からやったほうがいいですよ。 債権・ね、総論大体いい2週間単位で予定立てるなら最初の2週間で債権・総論やる、ね、1週目2週目で債権・総論やる3週目に総則を入れて4週目5週目で今度債権・確論やるみたいな感じあのもう債権・総論と債権・確論を優先的にやっていくで結局総則ってその両方に絡んでくる話の共通項なんで債権・総論2週間やったら総則入れて債権・確論2週間やる。 そうやったら今度は担保物件以外の物件の勉強をしてまた再論2週間やる、ね、そこまでいったらうん担保物件1周入れて各論2週間やって一番最後に相続を入れると大体いい12週間回ってくるんですね90日なんで大体いい全部で13週間ぐらいあるっていうイメージで考えるんであればそんな感じ最後はまとめの。 というようなイメージになるかもしれないけどそのぐらいこの基礎知識習得期は債権分野あと相続のところをしっかりやるで,できれば2回転ぐらい債権総論と格論と総則は2回転できるようにしとく間で物件適当に入れながらって感じだけれど今言ったようなイメージで勉強していただくのが一番おすすめだったりはします。さてあの契約のところですけれど うん、契約のところだと14ページ論点表の14ページで契約自由の原則今回、明文化されたのねそれから契約の成立久しぶりに出てきてもいいかもしれませんそれから下に行ってやはり同時履行の答弁は品質事項ですねあと危険負担解除はさっき言ったように危険負担の話やそれから解除の話というのは実は売買契約でね 売買契約で、その横に出てくる売買契約あるでしょ。売買契約もちろん大事なんだけど、売買契約の中のそのですね、この契約不適合責任あるじゃない。これ、最も重要ですよね。この契約不適合責任のところで、結局、債務不履行による損害賠償やら、危険負担やら、契約の解除やらを総合的に勉強するというのは、すごい大事です。ものすごく大事です。 どういう場合にどうなるのかを総合的に学んでおくってことができるとこれはあ民法全体の理解を深めるのにすごく役に立つんじゃないかなと思います。ちなみに契約格論だったらあとは贈与そんなに改正点ないけど贈与売買そして賃貸借これはもう契約累計ビッグ3と呼んでいるぐらいですから、まあ、ここは外せないわね。 まあその他だと15ページの方行って15ページの方行って15ページ右欄の資格6請負いですかね請負いもこれは売買契約の契約不適合責任の延長線上で請負,い人の受け負い契約の場合の契約不適合責任って考えられるからそこの連携を取っておくとまとめてて勉強でできていいですあとは賃貸借との比較で使用貸借、まあ、余裕があれば。 委任は去年出ちゃってるからな、委任はね、だ本当に優先順位は低いです、しにといえば帰宅、組合、<laughs> この辺も余裕があればということになるんでしょう、お16ページの方うって、事務管理、契約以外の法律関係では、事務管理、去年出ちゃってますんでね、これも優先順位は低いです、不当利得からは、不保険給付だけ、まあ、目を通しておければいいよねって話です。 四角3番の不不法法行行為、為、一般的不法行為ここは重要だね。だからこの一般的不法行為のところはしっかりやっといてほしい去年は実は16ページの右欄の四角4四角5四角7四角9っていう特殊的不法行為が一般的に網羅的に出てるんですねだからそっちは優先順位は下がりますやっぱり一般的不法行為の論点の方をしっかり把握しておくといいんじゃないかなと思います。 家族法に関してはやっぱ相続ですよね相続のところはきちんと目を通しておこう特に17ページの四角2番の相続人まず誰が相続するのか大衆相続なんだったのかそして四角3番相続の効力からは遺産の共有です、えー、遺産の共有いわゆる遺産分割に関する論点。 ですねまあ、2番のところやそれから6番なんかもそうか資格んのところではちょっと口で言うのは大変だから写しちゃうけど資格んのところでは、まあ、遺産の共有の話やあここはそうだね過分債権過分債もあと銀行の預金なんかどうなるかとかそういう話が出てくるところねもちろんあの法定相続分も大事よこれも大事です。 それから特別受益者のところは改正点がありますので、まあそこを含めて把握しておくといいでしょう。それから遺産分割もやっぱり重要度は高いですね。まああと余裕があれば相続の承認放棄は少し優先順位下げて、遺言も最近出てるので、えー、優先順位を下げて見ておくと良いかなっていうそんな話です。一方で。 やっぱりね今年ならではで出てくるだろうっていうのは資格7の配偶者の居住の権利ですか配偶者居住権配偶者短期居住権今年4月一日施行ですからね。 えー、そこは試験問題で問われると思ってた方がいいだろうというところ遺留分もリニューアルしてますので特に遺留分侵害額請求というところを含めて目を通しておくといい、まあ、あの相続もなんだかんだ言いながら改正がありましたのでやはり、えー、相続分野というのもなかなか債権総論債権格論やってると手が回りきらないかもしれないけれど 基礎知識習得期のです、ね後,半ね、後半の方で相続の勉強もできるように時間を取れるといいなというそういうようなところはありますよね。とにかくインプットとアウトプットをバランスよくやっていくということができるとすごくいいので、まあ、その意味で問題演習も上手に活用していただくといいだろうということです。まあ、実際にそれがが一通りこの基礎知識習得期でできていることが その後のところでの民法の理解というか、その後何をやるのかってところにも全部影響してきますので、まあ民法の場合は、この基礎知識、習得期で結構勝負が決まると言ってもいいぐらいなんです。そこをどれだけきっちりできるかっていうのは非常に重要だというふうに思ってください。まあ、民法20点アップ道場なんかでも、今言った網羅的な学習ができるようなねレジュメを提供する予定ですので、まあ、そういったものを活用していただいてもいいんじゃないかなと思います。 さて行政法です。<laughs> 行政法はねあの、どの論点がどうみたいな話はあまりできないのよだから論点,表論点項目表は出したけどどこが大事っていう、全部だよって話になってくるからね。全部大事に決まってんだろうっていうそういうようなところです。あの全体のインプットを優先でという話なんだけれど、やはり、 ここをですね基礎知識習得期で特に意識をしておいていただきたいものということになってくるとうんやっぱりあの過去問の扱い方でしょうね、過去問の扱い方ですこれはもうあちこちでお話をさせていただいているところだから、うん、それをですね、えー、どのくらい理解できているかなというのは、まあねえー、人によってちょっと下があるかもしれませんがあの過去問。 これは必ずどういうものがどう出されてるかをちゃんと読んで確認するで間違ってる選択肢はなぜ間違ってるのかをちゃんと考えるだから問題単位で解かない選択肢単位でしっかり細かく分けて見ていくってことが何よりも大事なんだってところを忘れないでいてくださいここはやはりその辺りの意識がずれてしまって問題として解こうみたいな感覚に陥ってしまうと過去問の勉強したってことにならなくなっちゃいます。 あくまでこれインプットの素材として見てほしいそして、多子選択、記述も見てね、えー、どんな論点を聞いてきているのか記述の問題を見ることでその問われている論点の理解を記述式の問題を通して改めて確認できる同じものは出ないでしょうけれどだけど、その論点の中で何を大事だと思って問題を作ってきているのかその問題意識が分かると択一や多子選択で同じ論点が出されますから。 この行政法だけはやっぱりリサイクル度がすごい高いので,でそれは択一の中での循環だけじゃなくて多種選択、記述での循環も含めたリサイクル度が高いですからだから、多種選択や記述の問題を見るということはこれはゆくゆくそれが択一、多種選択で、まあ、記述の問題だったら多種選択や択一ね多種選択だったら記述や択一ねそういうところで出される時の問題意識を あらかじめ知ることができるという意味でとても有効な素材なんですよよく過去問見るときに卓越しか見てない人がいるので他紙選択記述もぜひしっかり読んでおいてほしいそして勉強するときは一通り終わっているのであれば一通り終わっているのであればやはり総論と事件訴訟法と地方自治法優先です一通り終わっているという状態で考えるなら例えば六、ね、月の二十日からの一週目二週目はまず行政法総論 1>, 1週2週勉強する3週4週で事件訴訟法行く5週6週目は地方自治法行く、ね、で7週目に手続き法不服審査法を入れて8週目で国でそこから9週目以下は1週間ずつ総論事件訴訟法自治法手続き法不服審査国媒ってねこう繰り返していく。 だからこの90日間でやっぱり2回転はそれぞれの科目を見ていくということができるといいよねあのイメージ的には基礎知識習得期の前半の45日はやっぱり憲法、民法、行政法の主要な論点でしっかり柱を作るというそこなんです、ね、で後半はその作った柱を反復させることとそれ以外の論点をカバーするというところができるといい。 そういうふういふにちょっと役割を分けていかないと全部をベターってやると大変なことになるからあの主要な論点で柱をしっかり立てるというのはいつも言ってますがこういったメイン科目の場合とても大事です柱がしっかり立て,て,立てられていればその周辺の論点は後からいくらでも穴埋めができるので一番大事なところを分かってないとそれ以外の論点分かっててもあんまり役に立たないよねっていう話なんですね。 あの自治法なんかだと論点表の中で27ページに自治法出てきてるから、まあ、ここは何が大事かってね、まあ、全体としてどこやったらいいのかっていうところを指摘しておきますがやっぱりまずは目的でしょうね目的条文大事それから種類です種類はどんな種類があるのか普通地方公共団体、えー、特別地方公共団体大事それから種類が分かったら今度は業務ですよ 自治事務法定住宅事務というところこれは大事です去年議会とか出ちゃってるから議会は一旦目はつぶってもいいのかなと思いますそうするとオーソドックスに行けば二十八ページの真ん中あたりになるけど議会と庁の関係ってここは大事だね再議請求権それからと不信任決議やさらに庁の専決処分とかねこの辺です それから住民の権利という意味では同じページの右の方に行って、えー直,接ね、直接請求も、あのー、この最初の2つがよく出てるんですね。ねだから最初の2つ条例制定解廃と事務監査請求はマスと特に事務監査請求はその下に出てくる住民監査請求と比較するというのは絶対ですし住民訴訟もまた大事です。さらに 公の施設去年出ちゃってるからな今年はちょっと優先順位は下がるだろうけれど下行って条例規則ですねもう一番よく出てるのはここだと言っても過言ではないですそしてあとは残すところうん29ページの下の方で契約地方公共団体の契約の話だけど結局行政契約に全部吸収されてるかもしれませんねそれから関与だったらこちらです29ページの方 はい、是正の要求、是正の指示、大執行この3つですねこの3つを、まあ、特に是正の要求、是正の指示は国から都道府県という流れを把握しておくといいですよそして、国地方係争処理委員会この辺が自治法だったら最低限押さえておいてほしいテーマまずそれをその基礎知識習得期の第1ユニットのところで8月6日までのところで まあ、自治法で2週間時間をとってそこをしっかり勉強する過去の問題どんなものが出ているのかそれがテキストでどう書かれているのか出題パターンをきちっと把握する同じものが出ていたらまとめて整理するってことをやるそれがとても重要だってそういうい話になりますね、まあ、結局それをあとはローラー学習機でゴリゴリ,ゴリゴリ回していくって話になるので行政法に関しては山をかけちゃだめなんですよ。 山はかけずに全体を丁寧に見るということを意識していただくといいだろうというふうに思っております、はい、その他、まあね一般知識とかの論工程表というのも入れてありますからそちらも見てみます。 一般知識、まあ、基礎知識習得期のところは後半だね8月7日以降である程度この辺に書かれていることができているといいかな典型論点を押さえていくとニュース検定なんか使えますからね個人情報保護法の条文学習もこの8月7日以降で1回入れていただけるといいかな情報の要注意ワードはまあできたらって感じです。文、まあ、文章章理理解解はあこれは苦手な人は文章理解特訓講座活用していただけるとすごく 役に立つということではありますね、まあ、どこまでそれが使えるかというのはありますけれど文章理解トークン講座は本当に苦手な人にはぜひ活用していただきたいレックの講座ということになると思いますあの文章理解は空欄補充と並べ替えだけで構成されているので2012年からずっとそうですからだからそれを考えるとテクニック重視でいける分野です だからその解き方アプローチの仕方を知ってるか知らないかでだいぶ差がつくんですね闇雲に行くと多分痛い目にあいますそのあたりがまあ、過去の問題を年度別にやってみてコンスタントに3問中2問2012年からね問題やってみて3問中2問取れるようだったら問題はないんですが年によって1問だったり0だったり3問だったりってこう落ち着かない状態の人は やはり何か解き方に問題があるはずなのでそれはぜひ文章理解特訓講座でメンテナンスするもちろん出来が非常によろしくないという状態の人もそうですね。そしてローラー学習機の方になりますとこれはあと50日の過ごし方や一般知識発展アップ道場をぜひこれ活用していただきたい。 昨年も働き方改革の話や言語の話それから政治分野における男女共同参画の法律の話など的中させております ARVR5G ですねそのあたりも当てておりますだからこの一般知識発展アップ道場はぜひ活用していただきたいな、まあ、それで最後まとめるっていう感じでいけるんじゃないかな あのまあまあ8問から9問きちんと取るということはこういう形でいけます。あのね、ニュース検定の本なんかは、まあ、新聞読むの苦手な人はそこに載ってるのを読んでおくってだけでもだいぶ違います。新聞を読むのはこの一般知識の政治経済社会の試験対策として有効ですかって言われたらまあ有効じゃないとは言えません。 ただ突然、今まで読んでなかった人が急に読んでもどこをどう読んでいいかよくわからないって話になるのでだったらまとまっているものを見た方がいいんじゃないのっていうことになるんだと、まあ、そんなイメージですね、はい。それから商法会社法もついでに、うんえー、商法会社法あの基礎知識習得期とそれからローラー学習期というところでうん商法総則商行委、会社法。 4点アップ道場をうまく活用してということになるんでしょうね、この辺はちょっと論点を見とこうか、どんなものが出てくるのかなというのがありますから、まあ、例えば、商法損速証行為必ず1問出るんでね、まあ、これは結構お得な分野ではあるんですよ。 で例えば「承認概念」は2017年の36番で出ちゃってるので、まあ、これはどうかなとは思うから一応線を引いてあるけれどまあ導入部分のところなんで「承認の意義」などはあ学習されとくと役に立つことが多いかと思います。それからランク A という意味では「まあ、商法の適用」ってねこの辺りが16年36番で出ていたりもするんですが。 称号これは重要ですね称号ここはあぜひ、えー、典型論点の一つということで目を通しておいていただくといいそれから右の方に行って商業使用人これもランク A の重要テーマということになりますね代理証は商業使用人との比較で見てもらえればそれでいいものなので、まあ、重要テーマではないですちょっと落ちるっていうそういう感じですかそれから18年19年出てるのが この商行為の通則ってところなんですね、18年36番、特にこの代理の話に注目して19年36番で出ちゃってるので、まあ、この辺はまは余裕があったら目を通せばっていうそういう感じの優先順位は下がるテーマになりますか。一方で、はい、匿名組合 重要テーマの一つとということなんですねだからそのぐらいなのよそのぐらいのところをしっかりと目通しておいていただければいいのかなと思いますまあ余裕があればこれ四角六の方に行って、えー、やはり運送営業のところというのも改正があるんで。 えー、大事は大事なんだけどまあ15年の36番で出てはいるんですねだここ5年で出ちゃってはいるのでうん、まあ、優先順位は少し下げてあるということですあの商法早則商行為の典型テーマってのはそのぐらいなんですよだからあの今言った指摘した論点のところだけでもしっかり目を通しておくということができると、まあ、全部4つければいいとかねそういうようなやみくもな作戦ではない形で自分の知識で 答えが出せる。やっぱりあの憲法民法行政法で何が起こるかわからないんで商法会社法は保管材料として2台は取れてほしいし取れる問題が出てますからあそこをしっかり取れるように典型テーマを潰すっていうのは大事です。あの会社法に関しては例えば32ページに出てくる設立ですね株式会社の設立っていうのは会社法を全くやってない人もそこだけでも勉強しとくとこれ10年間で7回ぐらい出てきてるのよ。 だから設立はもうこれはマストかなってそういうようなテーマだというふうに言えると思います、それからあとはそうだね34ページの方に行ってちょっとここからはあ口で言うと大変なので移、えー、しちゃいますが、はい、34ページの方に行って資格3番で役員及び会計監査人の選任・解任あの役員の選任・解任特に取締役どうやって選ばれるのか任期はどのくらいか。 でそこについての、まあ、選任、就任などの要件などはこれはやはりしっかり見ておくべきでしょう、それからなんといってもこの取締役、取締役会代表取締役のところだね、ここも重要度は高いということになるかと思います。まあ、昨昨年年もここから出てますけれど昨年は、ね、取締役会の論点が 取締役会の論点が出てるんですよ19年39番で出てるんですがやはり非常に重要度の高いテーマが中に入ってくるからあの設立と並んでこの役員の選任解任や取締役取締役会代表取締役の話っていうのはちゃんと目は通しておくべきなのかな中でも今年だとこの取締役と会社の関係なんかはね 特に優先的に目を通しておいたらいいんじゃないかということになると思いますそしてそことの関係でこちら35ページの方に行ってこれです。えー、と役員の損害賠償責任会社との関係の話をすると役員との損害賠償責任の話が連動して出てきますからそこも重要だということになりますああと残り2つ挙げるんででれればこれです。 指名委員会等設置会社って35ページの左列の方ね四角8番それから監査等委員会設置会社9番ですこのあたりは実は16年39番で大きく取り上げられてますがそれ以外のところでもちょこちょこ出てるんですよだからあの優先順位としては上げといていいんじゃないかなと思います。というところをまず基礎知識習得期の後半8月7日以降でしっかり勉強する。 それは商法会社法4点アップ道場なんかを使っていただいてしっかり勉強するでそこでやったことだけでもしっかり確認するってことができているだけで商法総則商工医と並んで得点を期待できる分野というふうに育ててあげることができるんじゃないかなというそういう話なんですね。 はい、この辺りが、まあ、各項目のです、ねえー、ところでまずは注意しておいてほしいことということになりますか、まあ、あのレジュメの方では、ね、それ以外に例えば模試の活用の方法なんかもそこに取り上げておきました、まあ、これから模擬試験始まってくるでしょう。 レックでも到達度確認模試から入って通常の、ね、公開模試などを含めいろんな模擬試験がスタートしてくることになりますやはりあの模試は本試験のように受けるこれはとても大事なんですね、えー、練習は本番のように本番は練習のようにってそういう話です模試は本試験のように受ける特にこれは受験経験のある方はね、特にそうなんだけど2時間半でやる ね、3時時間間じゃない2時間半でやるまず初めて受ける方は3時間を問題解くのはどういうことかっていうまずそれを体感してみないとわからないからそこからスタートなんだろうけれど受験経験経のあるる人は2時間半でやるあえて負荷をかけてそれでちゃんと点が取れる状態っていうのを作っていくっていうのはこれは受験経験のある方にはおすすめのやり方です。どうせ本番の3時間は 模試ででで2時時間間半ぐらいいの体感時間で過ぎていくんですだからあえて模擬試験の時から本番のように2時間半でやってみる、まあ、初めて受ける人は最初からそんな無理しなくていいから3時間でちゃんとやってみようで時間の配分がどうなるかっていうのはちょっと確かめてみてください。 まあ、もしの問題をどういう順番で解いたらいいかとかどういう時間配分でやったらいいのかっていうこと自体はちょっと今日はあのそこまでやる時間はないのでまた別の機会にねお話ししたいと思いますけれど、まあ、あの時間配分であればそんなことそれからもし受けてる時に必ず問題解きながら分かんなかった選択肢にはクエスチョンマークつけるとかこれあやふやだと思ったら三角つけるとかなんかあの記録を取っておくと。 後で見返すときに楽だよってそういう話です。それから復習ではなく不可習だということを毎年お話ししております。あの模擬試験の復習例えばあの記述の問題であれば記述の問題だけまあ、コピーして一箇所に集めておくの。まあ、レックでは記述問題ね解きまくり記述解きまくり60問解きまくり講座っていうのがありますけど、その記述60問解きまくり講座のレジュメなんかと一緒にしとくの。でこれはローラー学習期に 記述の答案構成トレーニングつまり問題を見て何を書いたらいいかをスピーディーにお頭の中に浮かんでくるかどうかを確認するというトレーニングを勉強の一環として入れてほしいんですやっぱり卓越の問題だけやってると記述の問題での思考回路ってやっぱ育たないのでその記述の問題の思考回路を育てるためにはこれはローラー学習機になってからあその記述の問題を見て何を書いたらいいのかそれを抽出する。 今ののの記述の問問題題は穴埋め問題の延長みたいなもんです書くべきことが指定されててそれを順番に書いたらそれに対して点が与えられるっていうようなものなので余計に何を書くべきなのかそれを過不足なく引っ張り出せるかどうかっていうトレーニングをしっかりやるってことはその科目に対する理解にもつながるし記述の問題を解くということに対するスキルを上げることにもなるので。 まあ、あのローラー学習機になったらそれをやるその時まで例えば模試の記述の問題はそういう時に見ればいいですよとりあえず一回ざっと見てあこういうこと書けばよかったんだなでその後はその答案構成トリーニングの際に使うとか多種選択の問題はそれだけ集めて多種選択の問題として、えー、その論点のところを勉強する時に合わせて一緒に見る択一の問題もそうね。 行政行為の歌詞について勉強するときに行政行為の歌詞について出ていた模擬試験の問題を持ってきてそこで詳しく見る一回一回の模擬試験の問題を一つ一つ全部詳しく見てったらこれは1週間たっても60問全部見終わらないってことになっちゃうので一回ざっと確認すればいいです。 一回ざっと確認しとけばいい例えば解説講義は科目別に細かく分けて取っていくのでその科目別に取っているものをそれぞれもう1.5倍速ぐらいでバーッと見てあそういう問題なんだなって確認だけしとくでそれぞれどこで出てるのかっていうのを把握だけしておいてそれをテキストのところにまあ問題番号だけ書いとけばいいよそれが復習です。であととは不可習ですすしててそのの論点を自分が勉強るる予定にに合わせて模試の問題も一緒に見る ね、模擬試験に振り回される勉強はしないというのはこれは特にあの基礎知識習得期の後半の方で模擬試験が始まってくるしローラー学習期は模擬試験が目白押しだからあそこについて上手に自分でコントロールしながら勉強していくという時のとても大事なこれは心がけということになろうかと思います。まあ、そんなイメージですね、まあ、あのー そうだね商法会社法のところの勉強なんかをするときにもそうなんだけどやっぱり、えー、そうね公認会計士の企業法の問題集なんていうのは結構使えるんですよ商法会社法の勉強でね、えー、公認会計士の企業法の問題なんて結構使えますああいうようなものをもし使って勉強するんであればもうあの問題見て答えすぐ見ちゃってね何が問われてるんだろうどういうことなんだろうっていうのを確認をするさっき言った優先順位の高い論点については あの問題解いて答え合わせするというよりは問題見てすぐに答え見てでそれに該当するテキストのとこを見てああこういうことなんだって確認をするという勉強ができているとそれが一番効率がいいんじゃないかなそれをもとにあの4点アップ道場とかで整理していくということができるとすごくいいよねっていうそういうい話になるんだと思っていただけるといいですねうん他に言い忘れたことがあるかな。 いいろろ多分言い忘れてると思うけどお、まあ、ある程度はお話ししたかな、まあまあね、言い出したら本当にきりがないからねいろんなことあれこれあれこれ言いたくなっちゃうのであのだんだんまとまりがなくなってしまうというのもありますから、まあ、ひとまずはこの基礎知識習得期のところですかねそこでどんなことをやってほしいのか大きくタームに分けながらあ、まあ、特に第一タームだよね6月22日から8月6日のところで、えー、どれだけ県民、業について柱を立てられるか。 重要度の高いテーマ、特に憲法や民法はそこを中心に、行政法は全体をってことになるけれど、でもそこで重要テーマについてどれだけえしっかり柱を立てることができるのか、これがうん本当にですね勝負をまず決める第一歩になるんじゃないかなと思います。まあもちろんそれ以降の8月7日から9月20日の基礎知識習得期の第二タームもね含めてこの基礎知識習得期で かなりの土台がしっかりできた人とそこがぐらぐらしている人ではだいぶそこから先の展開が変わってくることは確かですですからぜひ、えー、その辺りの土台を、ね、きちんと構築するということの、まあ、一つのヒントに今日のお話を使ってもらえたらなあということなんですね。まあ、ちょっあまということを挙げておきました。 まあ、行政法16点アップ道場などはあの土台ができていることを前提にその土台が本当に固まっているかなというのを確認するという意味ではものすごく使える講座だというふうに、えー、多くの受験生から言っていただいているので特に、えー、行政法16点アップ道場はおすすめかなと思います、まあ、今回改正点もあるので、ね、民法20点アップ道場を改正点中心に試験に出そうなところを少し整理できるようなあお話をしたいと思いますし まあ一般知識はこれは予想が中心になるんですねだから予想論点を上げていくっていう感じになりますけれど結構当たっているので、えーまあ、ぜひ活用してもらえたらなというところであるというふうに考えてくださいまあ,あの最後のところでは、まあ、今年はウェブ限定なんてそういえばそんなものも入れてたんだけれども最後のところではこんなことも書いておきました。 まあ、あの本当に、えー、とです、ね、思いがけずに大きな価値観を変えなきゃいけないという年に今年はなりましたねですからん今日の当たり前は明日の当たり前ではないなんてことも書いてありますけれど何に変えてもこの勉強ができるということがどれだけ幸せかということは今年ぐらいそれを身に染みて実感する年はないんじゃないかな。しかもこれ ね日本だけとかかじゃないですからね、えー、日本の方がまだ状況はまだマシで世界にはもっとひどいところがいっぱいあるっていう状態でもう地球上逃げなななないようなあそんな状況になってるでしょだからこの中でいかに柔軟に変化に対応しながらそして勉強を続けていけるかっていうのは、まあね、こう勉強が続けていけること。 これがあ、まあ、あとても幸せなんだということはあこれはしっかりともう一度かみしめていただけたらいいんじゃないかなとは思っています、そして、まあ、当たり前の話しか今日はしていないけれどその当たり前のことをまず基礎知識習得期、ここまで90日間、90日チャレンジです。90日間いかかにしっかり、 柱を立てることに集中できるか、特に県民業だね県民業の重要テーマについてどれだけ柱が立てられるか、そこをまず大,、えー、大きな目的、大目的としてうー意識していただけるといいです。であの基礎知識、習得期の後半の方から一般知識や商法、会社法も、ね、仲間に入れてあげてほしいなということではあるんだけれど、まずやはり、あの メイン科目の3つがどれだけ固められているかあそこが9月の21日ですね今度は直接今ご覧になっている方とお会いできるといいんだけれどまた画面上ってことになっちゃうかもしれませんがあと50日の過ごし方の時にこれだけやったぜっていう感じで来ていただけたらいいんじゃないかなということなんですねですからまず中間チェックポイントがそこです9月20日までの90日間チャレンジです90日間で人は変われます 今までの合格者も変わってきてます。あなたにできないわけがないです。どうか全力でこの90日間、体調だけ気をつけてね乗り切っていただけたらなというふうに思ってます。そしてまた9月の21日、あと50日の過ごし方でお会いしましょう。その時に今よりも成長している自分というものを、 ぜひ実現できるようにそれをイメージしてここから90日間しっかり勉強を続けていただけたらなというふうに思っている次第いです、はいえー。ということで今回ですね あ,のあと140日の過ごし方ウェブ限定ということですねちょっと寂しいところはあるけれど、まあ、今あ、画面の前で一生懸命見ていただいている方がたくさんいるということをですね、えー、信じてお話をしてきましたとまあまあ,あのいろいろあるけれど。 頑張ろうぜっていうそういう話ですねはい、えー、ということで、えー、ぜひ今度は9月21日あと50日の過ごし方でお会いしましょうここから90日間繰り返しになるけどしっかり頑張って、えー、行きましょうねということですはい、えー、今回ですね以上でお話は終わりということにしたいと思います最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたじゃあまた今度お会いしましょうお疲れ様でした